はい、というわけで始まりました NSC 大阪46期現役生紹介番組同期1月号ということでございまして、はい、MC をさせてもらいます田中池田田辺と池田とヒューマン中村です。よろしくお願いします。お願いします。1月号ということでございまして、まあこの番組はね、あの毎月行われている現役生のラッシュというランキング形式のね、はい、ライブのですね、上位組が出演できる番組ということなんですけども、はい、上位組が出演してという同期は今回が最後と、なるほど、いうことになりますので、ということはだから同期に出れたことないねっていう、ね、そで同期、俺らは同期出たことあるしなっていうマウントを卒業後に取っていくことになります。これはもう劇場に入るまではずっと取っていいマウントですね。めっちゃしょうもないマウントですから、これずっと劇場に入らん奴ら同士で一番取れるマウント。そうそう、だから今回までにギリ入ったみんなおめでとう。これは一つ、今日確実に飲みに行っても3回ぐらいは楽しいよ。そう、確実に楽しい。同期入ってたことあるわ。これ取り引でしか発動できへんから。さあ、それではこの最後の、はい、そう言われてるメンバーはどんなメンバーが出演するのか、はい、見てみましょう。1月号はこのようなメンバーになっております。はい、ジョンということで、まあ、くっそー、何がどうした、どうした、何がやねん。ついに最後は来てくれるかなと思ってて、俺。誰が？システムエラー奈良崎が。無理や、無理やっていうのもあれやけど。システムエラー奈良崎。シスナラはちょっとな、ちょっと。シスナラ。それは知らんけどかな。ヘッダーシスナラ。でも初登場組もね、結構。あ、結構ね、だからこう滑り込んできたよ。そうっすよ、藤田アテルイっていうのも初めましてじゃない？アテルイも。ああ、アテルイ。ね、今回初めて。大阪おはしも。もそうです。ゲンブもやんな。ゲンブは出てるやん。めっちゃ出てますよ。めっちゃ出てます。めっちゃ出てます。マウント取るタイプやな。あんま良くないですね。あとカリスマシート。都会猫も初めてから。あ、はい、そうです。都会猫もね。さあ、何度も出てるメンバーもいますしね。もうおもろいやんか。面白いですよ。ただですね、今回ズーチーパイが、はい、出演予定だったんですけども、ちょっと出演キャンセルということで、あと千秋楽もですね、あの1位になって出るはずだったんですけども、今回あのボタンさんがあのちょっとお休みで、音田さんのみがアピールコーナーのみの出演でございます。はい、まずはネタの方をご覧いただきまして、最後にはアピールコーナーもございますので、最後までお楽しみください。まずはネタからご覧ください。どうぞ。案内してくれるということで、いらっしゃいませ、こちらカニ道楽へ。あ、もうカニやん、ね、こちら大阪のシンボルですよね、この看板ね。もうカニやんけ、お前。はい、こちらお座りください。え、もうええって。コースですので、一品目からお持ちします。もうええって、何回そんねん。お待たせしました、こちらキムチチャーハンでございます。お、カニちゃうんかい。どうも、ありがとうございました。どう、突っ張って、突っ張られて18円、突っ張り藤田です。突っ張り藤田。この前のことです。照れくせえ話、バレンタインデーに女の子からチョコレートもらいました。ただ自分は甘いもんが苦手なもんで、その場で叩き割ってやりました。そう、仲良く二人で食べるために。突っ張り藤田。ちょっと取っちゃう。たまには甘いもんもいいもんです。自分は学校の昼休み、屋上で一服してから昼寝します。眠たくてしょうがねえんですよ。え？夜寝ればいいじゃないかって。そんないいことじゃあるめえし、夜は忙しいんですよ。そう、期末テストの勉強でね。
ちゃっかり藤田。おかげさまで今年も学年トップを狙いそうです。ちょっと待て、あれはわらしべ工業電気科の酒井じゃねえか。その横にはチョコレートをくれたミヤちゃん。びっくり藤田。おい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 、どういうことだってんだよ。どうして二人が仲良く歩いてるってんだよ。俺へのチョコレートは何だったんだよ。結局遊ばれてたってのかよ。がっかり藤田。ありました。お願いします。あのさ、うん、ちょ今もう一人暮らし考えてて、あ、そうなん、そう、家探してるんやんか。あ、そうなんや。うん、あ、ちょっと家詳しいで。あ、そうなの。あ、ほとんど大切やったし。あんま関係なくない、うん。まあそのせいかな。でもそのお前がそう詳しいんだったら、うん、ちょっと教えてよ。あ、よいよ、うん。ただな、今ちょっと考えてるやつってのが、うん、ちょ古いねんな。あ、古いんか。確かできたんが2020新しいよ。年前。あ、年前。確かね。うん、古墳ですか？うん、定期的に知らんといっぱい来るんだけどね。お前観光客来てるやん。なんかなんだけど、いや古墳やん。いいって、お前家に知らんやついっぱい来て、ええわけないやん。家賃問題あるな。いやもうええよ。よう考えたら。興味ない。俺そこ住まへんから。30万。わからん。ちょっとな。高いんか。ちょっとあれか。古墳の相場知らんからさ。あとスーパー遠いわ。今さらどうでもよ。俺んちから。いやお前んちかよ。いや関係ないやんか。いやお前な、さっきお前どういうとこ紹介してるの意味がわからん。お前の他の子にする。いやもうええわ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。わかった。お前の指示通りに身の代金持っていくから、絶対人質には手出すなよ。で、ルートは、うん、警察出て、うん、右、うん、うん、二つ目の信号右、うん、三つ目右、うん、おう、二人、おう、ある、うん、うん、パトカー乗り捨てて、おう、ファミレス、おう、大通り出て、おう、西、おう、西向かって、おう、おう、おう、三丁目の電話ボックスやな。三丁目の電話ボックスに持ってきてもらえんねんな。お前、浜崎あゆみやろ。お前が新したルート辿ったら、浜崎あゆみのロゴになるぞ。おい、ちょ、あゆ、あゆ。この事件は迷宮入りや。俺だって悔しいよ、そら。じゃあ聞くけどな、誰が今の浜崎あゆみどんなんか分かんねえ。よっしゃ。梅水晶8と、だし巻き5、ちゃんと準備しといてな。あ、頼むわ。あ、すいません、すいません。あ、はいはいはい、はい、注文いいですか。はい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 。とりあえず生って。はいはいはい。あ、あと、あの、魔法のレストランありがとうございます。生ビール一杯サービスできますね。ありがとうございます。はい、あとあのダムチャンネルも今さすがですね。はい、梅水晶1個サービスしてます。 ありがとうございます。歌うの好きでちょっと。あとあのアニマルプラネットも見ました。ちなみにどの回でした？アメリカバイソンの回をだし巻きサービスしておきます。ありがとうございます。あとあの、はい、ルナさんのあの YouTube も拝見しました。合言葉確認してもいいですか？パパ、ハンドパワー。刺身盛り合わせサービス。ありがとうございます。いやちなみになんですけど、はい、明日の大阪本若テレビ見る予定ありますか？ああ、多分見ると思いますね。梅水晶2つサービスしてきます。あ、未来のもいけるんですか？すごいサービスですね。あ、ちょっとキッチンが混雑してるんで様子見てきます。あ、はい。いや、梅水晶さん、どうもありがとうございました。どうも、ちょならんです。お願いします。ありがとうございます。ちょ最近さ、うん、あの護身術習いたいなと思って。あ、護身術で、お前空手やっとったやん。やってましたよ。そうだけど、ちょ教えてほしいよ。あ、いいですよ。おい、うんうん、あ、いいです。はいはい。じゃあ、押す。押す、うん、返事は押すね。これ統一。じゃあ今日は、じゃあ正拳突き教えていくわ。正拳突き、うん、押す。で、一回ちょっと見といて。押す、せい、うん、これ掛け声はせい。はい、で、一回やってみようか。押す、せい。あ、オッケーオッケーオッケー。うん、まあ、手は、これね、パーじゃなくてグーね。グー、手はパーじゃなくてグー。グー、うん、で、ちょっと連続でもう一回やってみようか。はい、うん、押す、はい、押す。あ、違う、うん、違う。手はパーじゃなくてグー。グー、うん、じゃあちょっと連続でやってみようか。押す、うん、
せい違う。せいはパーじゃなくて、オッケー。うん。じゃあ連続でやってみようか。うん。せい違う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 。違う。違う。違う。せい違う。パーじゃなくて、ゴー。パーじゃなくて、ゴーをこっち見ろ。パーじゃなくて、ゴー。パーじゃなくて、ゴー。あ、最後もう一回やれ。せい、なんでやれ。もうやわ、友達だろ。コント忘年会の出し物。続きまして、北尾部長によります荒踊りです。北尾部長お願いします。いやこれな、これ毎年おもろいね。毎年盛り上がるから、ちょ楽しみにしておいて。出た、ミサオ部長。いいね、ミサオ部長。手術根筋やんな。それ、なんやそれは。どうしたんやそれ。なそ怖い怖いそれ。もう傷口バン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 せんほうがええよそれ。何してんこれ。ちょ怖い怖い。ね、なやん。それ服着てできるやろそれ。服着てできるから。ちょ大丈夫それ。それこそ心配なんねん。笑われへんから俺も。もういい病院行こう。なあもうええよなあ。もうええってお前な。すごい血入れてる。怖いねんこれ。なんだそれ、やめろお前な。さっきからなんやねんこの動き。おい大丈夫か。大丈夫。ちょっと三沢部長もうええねん。ありがとうございました。どうもカリスマシーンです。お願いします。あのウェイトリフティングのコーチが選手と二人三脚で金メダルを獲得する、これかっこいいと思うんですよね。ああ、いいですよね。いいか、ウェイトリフティングは超単純なスポーツ。上げたやつが勝ち、下ろしたやつが負け。上げるだけや。いけ、はい、いけよ、持ち上げろ。いけ上げた。さあ上げただけ。おい、なんで下ろしたん。重かったんで。当たり前やん、それはあげんねんて。もう一回やれ。何してんの。いけよ、いけいけ、金メダル、いけ。あ、中間してきた、いけ。おーい、なんで下ろすの。だから重かったんで。みんな重いねん、それをあげろ。下ろす理由がないやろ。じゃ、コツを教えてください。バーベルを上に持ってくんねん。それがわかんない。ちょっとあかんの。やれ、いけいけ、はい、いけ、金メダル、いけ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 。中間してきた、さあ、あげるだけ。お、待て待て、下ろすな。負けるやろ。あげたら勝ち、もう言えあげたら勝ち、下ろしたら負け、言え下ろしたら負け。僕は金メダルが欲しい。僕は金メダルが欲しい。じゃあ選択肢は絞られた、どうすんの。あげる。そうや、あげろ、いけ、あげあげ。わかった、もういいわ。どうもどうも、海星です。お願いします。お願いします。合気道を習得しました。合気道を習得しました。はい、マジで合気道を習得しました。ちょ、かけてくれよ合気道。なんかシュシュシュってするやつやろ。かけてくれ俺にも。合気道は人を傷つける武道ではございません。断られたみたいです。ごめんね。傷つけろや。でもやっぱ合気道の素晴らしさは伝えたいから、うん、ちょっと演武するわ。演武。合気道に演武ってあります。僕知らないんですけど、多分ない。当たってるわ当たってるわ。ごめん、間違えた。愛嬌やろ。当たっちゃった。傷ついてるから。ごめん、離れてやって。やんのやったら離れて。ほんまにあります。これ見たことないんですけど、愛嬌って。痛いな、お前。暴力やんけお前それ。当たっちゃった。わざとやってんな。ごめん、謝らんした。お前わざとやってんの。愛嬌できんのかい。合気道できんのかいお前。ごめん、やっぱ独学じゃ難しい。いや、独学で合気道すんな。お前は。どうもありがとうございました。どうもどうも、都会デコです。お願いします。しゃーすー。なんてことない話なんだけど。ほな、もっと落ち着いて喋ろうか。うん、
分みんな聞いてくれるから大丈夫やね。スーパー銭湯に潰れてあるじゃん。あるな、一人で入るサイズのこのぐらいのやつな。あれにこのサイズ感の人間が入ったらどうなると思う。どうなるって、まあ、まあちょっと人より重たいからな。いやいやいや、もうそうじゃなくて、何にもまだ言ってなかった。俺まだ何も言ってなかったよ。僕が潰れに入ると普通の人の倍は水がバシャーンってなるんだよ。まあそりゃそうなるやろな。そうバシャーンってなっちゃうわな。でなんか周りの人たちもなんか、あ、またあいつだよとか言って見てくるんだよ。そうかわいそうやな、それはな。そう、だから僕はその瞬間が人生で一番楽しいんだよ。楽しいんや。楽しいんだよ。あ、楽しいって話な。そう、恥ずかしいんじゃなくて。でもなんならこう走っていったら怖いから。大迷惑や、そんなしたらお前。いいじゃん、バシャーンなるやろお前それ。でなんか僕が入った後の水がもう少なすぎて、もう周りからも爆笑されちゃうわけよ。笑ってまうか。こんなんやもんな、多分お前のその勢いやったら。でもその瞬間僕はもうお笑いやっててよかったなって思うの。どこで感じてんねん、クリアスで。お前の人は新生がいろいろ現れましたね。いやなんか今日はちょっとシャウト系が多いね。多いですよ。ねえ、うわー言うてるね。でもそれが言い過ぎちゃって、ツッコミがなんかフィジカルでゴールになんか押し込もうとしてるよね。現部がね、多分やけど、あの思いのほか多分なんかネタがこうバシッと決まったのか、なんかネタ終わりめっちゃ嬉しそうにありがとうございます。めっちゃ嬉しそうやってるな、ね、横山の悪いところだ。めっちゃなんか嬉しそうやってる。 あいつはちょっとちょっとニヤニヤするとこがあるな。梅水晶さんって。さあではここからですね、アピールコーナーの方に参りたいと思います。ここからはですね、46期生のことをよく知る45期生のアシスタントにですね、はい、お手伝いいただきたいと思います。今日はこちらの2人です、どうぞ。どうもどうも、道頓堀のゴールデンタイムでキャッチに捕まったことがございません、8マイル村上です。お願いします。同僚や思われてんの。君もいつかはピン芸人。どうも、元風天ダスト京介です。嫌なこと言うね。君もいつかはピン芸人。いつか、はい、ピン芸人。お前ピン芸人のことを末路みたいに言うな。お前は大体さんにいたんだ。いろんな方の芸人絶対コンビは通ってるんだ。ヒューマンさんもそうですもんね。コンビ、まあ、コンビやってましたから。確かに、はい、いつかピン芸人だと、はい、ヘイシューティングスターみたいに言うてましたもんね、ヒューマンさん。いや、あったな。なんでそれ覚えてる。セミマルで、トリオ時代、トリオ時代ありましたから。今日はこちらの2人で、はい、お願いします。お願いします。それではですね、初登場の組から、はい、紹介していきたいと思います。まずは藤田、どうぞ。どう。突っ張って突っ張られて18年。すっぱり藤田です。お願いします。いや藤田はいつもそれじゃないやん。ないやん。違うんや。そうや、思われてやろうで。藤田やろ、いつもは藤田やろ。藤田。すっぱり藤田じゃないやろ、いつも。藤田っす。いやいや。すっぱんなや、じゃあ、昨日。ネタはええけど、今はすっぱんなや。めちゃめちゃ上手な絵でフリップレタしてるやん、みたいな。なんでそれで来るねん。それつっぱらしてもらえますよ。そっちの方が今日はやりやすいんやな。そうですよ、よし、よし、分かった。つっぱり藤田が。つっぱりは全く関係ないんですけどもね、似てると言われる顔が多くて困ってるということで。ああ、そっくりさんが多いっていうこと。よう言われて、よう言われるんですけど、その、なんて返せばいいかも分かんないし、でも似てないと思うんですよ、自分は。誰に言われる人の。それでその今回似てる人ランキングを持ってきて、そんなにいっぱい似てるんや。顔さ、あの似てるかどうかやっぱ、はい、ちょっと顔見にくい件に関してはどう思ってんの。いやちょっと脱いだ方がいいんじゃん。現役生で1万円譜面台使ってんじゃん、お前。それはね、まあまあまあ。じゃあちょっと早速あれなんですけど、はい、似てたらお前、似てたとかあの、はい、話しまって、まあ、3位なんですけども、はい、まずあのサバンナ八木さん。あ、似てる。似てる。似てます。一位じゃんこれ。うまい。そうやわ。え、似てる。どこが似てます？雰囲気。めっちゃ似てる。なんなんやろな。2位。はい。畑元博。ああ。似てるんすか。似てる。目の感じ。全然。細さ。マジっすか。
なんか優しさが。そうそうそう。似てないと思うんですけど、まあまあ。まだ上がおるの。いや、1位。これめっちゃ言われます、これマジで。ほんまに言われるんですよ。誰か担当さんあんねん。これ、堂安律。あなるほどな。まあ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 。ヤギさん1位ですよ。ヤギさん1位ですよ。ヤギさん、ハタさんが、ホーカー似てるの。え、マジですか写真。でもまあ、口元確かに堂安律選手に似てるっちゃ似てるかな。裏はやっぱ取ってほしいところではあるな。確かにね、ちょっと脱げる？え、なんなんそんなに。売ってるやつ。ああ、これ G です。これ G。すごいな。おお。いや、そっちの方がヤンキーっぽい。なるほどな。あ、まあまあ似てる似てる似てる。まだ番外編もある。番外編聞いてない。藤原竜也。ああ、いや、俺結構、これ似てるっすよ。俺結構よ。いや、俺結構それでかいと思う。似てる似てる。藤原竜也。誰かに出たら結構藤原竜也一番かもしれない。これを言ってもらいたくて。熱気が悪いんですよ、ほんまに。で、これ結構マジなんですけど、ちょっと舞台手術をしようと思ってまして。いや、絶対せん方がいい。いや、なんかその、やっぱり売れるためにって、タッチな顔になったら。なるほど。で、今日ちょっと、その、いろんな舞台持ってきたんで。いろんな舞台それちょっと、どれが一番いいか。おい、まだあったんだよ。まだ選ばせてる。どんなら、トンポンいけや、お前。どれがいいかって。知らないよ。誰な、誰か、誰かやな。なんか、テクノグループのアルバムのジャケットみたいな。4人組テクノグループが。あれ、ジャケットみたいな。でも、藤田。いや、その名はその名でいいと思うでしょ。ふてぶてしさも、また、ちょっと魅力の一つ。逆に、だから、藤原竜也さんに人気になるかもしれんし。確かに。え、ポケット。そこや、そういうとこや、ええとかちゃうやん、そういうとこやぞ。むしろ突っ張ってる、突っ張ってたから難しいっすよ。それで手入れるだけや。まあまあ、でもその目でまずは頑張ってください。頑張ります。そうやね、うんうん、ね、いいよ。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いては初登場組でございます。続いてはアテルイの2人、どうぞ。アテルイ来た。長岡です。アテルの本田と言います。本田君いいよね。本田君いいですよね。なんとか頑張ってガラシャツとか着てるけど。いや、本当頑張ってるな。本田はですね、大学時代にネットの求人でデータ入力のバイトを見つけたんですけども、いざ仕事内容を聞いてみると、マッチングアプリの桜の中の人をやる仕事だったということで。うわー、ぽいなぁ。ミスに終わった。行ったらそうやったっていうので、やらんかったんや。内容と全然違うことを当日説明されて、だからもうその日のうちにやめて。ああ、そうなんだ。マッチングアプリのじゃあ名前だけ。ああ、ちょっと。そこはちょっと。それちょっと。長岡なんですけども、日本史が好きで、日本史の模試で全国1位を取るくらい。ええ、何その日本、日本史、高校の時とか。あ、そう、大学、あ、そう、高校模試ですね。はあ、すごいよ。日本の歴史人物、豆知識を言える特技がある。なんかその歴史人物、日本史になんですけど、ちょっと言っていただければ1個だけ取ってくれる。それでも結構田辺も好きやからな。いや、まあ、歴史人もし1位には比べもならんけど。まあ、それ夜間高校やもんな。何があかんの。何があかんの夜間高校。これ何があかんの夜間高校。夜間高校出てる。何があかんの夜間高校出てる。じゃあ、はい、有名なね、はい、有名なとこね、多分みんなが知ってるやつがやっぱいいから、ね、知らんね、多分詳しすぎて知らんの出てもね。怖いイメージが強い織田信長。あ、織田信長、うん、そのお父さんの骨を位牌に投げて、うん、葬式をシーンとさせた。ほんまか。でも結構有名な、これ有名な、有名な、全然驚くやん。じゃあ、はい、卑弥呼。伝説の人。いやいやいや、そうやろ。なんかあるやろ。古すぎて、古すぎて、古すぎて無理。ただもうずっと気になった、その着替え何なんそれ。それや。着
気になってさ、俺それをやると思って、そんなにも。はい、長岡なんですけども、はいはい、高校1年生の時に、うん、体重が88キロあったみたいで、4L サイズの体操服を着てた。お写真があるんや。高1の時代の。うん。このあれ、ああでも本当に太りすぎて全然ちゃう。何してる時の写真なの？帰ってる時、電車でくつろいでる時、あ電車ね、勝手に撮られた。これぐらい太ってたっていう、ネットに着てた服みたいな。ああなるほど、それがそういうことなの。歴史、さっきの歴史みたいな。こっちが下のズボンの方で、これぐらいの、でこれがパツパツぐらいの、パツパツやったね。歴史好きなやつのなんか証明の仕方よな、なんか当時の広い来てこんだけ余ってますが分かりやすいじゃん。これぐらいで見ても分からんって。ここによく見ると刀傷があるんですよ。いやそうなんか歴史好きなやつのなんか上からでも履けるやろ、でかいから。そうや、上からでもこんなに大きいんですっていう、はい、うん、ちょうどええんちゃう。オーバーサイズだから、まあ、いそうですよね。オーバーサイズ、これが一応パツパツ、それをピチッと着てた。あ、そうです、パツパツやったんです。これが何でもう毎日もう3キロぐらい走り続けてました。ちゃんと頑張ったよ。ちょっと相方、その時は相方あ、幼馴染。あ、そうなんや。こんなんさっき教えてよ。幼馴染エピソード教えてよ。まあでもその時1年間もずっと一緒に、あ、僕は自転車です。ああ、ついていくんだ。友達がめっちゃ、すごい、めっちゃ友達やん。それ女子がやんねん。そうやん。足立みつるの世界で女子がやんねん。なんでお前ついていくねん。それでさ、だから3キロ走って、はい、その本田くんが、はい、後ろでチャリ漕いでる時にどっちかが俺年収入ろうと思ってんだよなみたいな会話した。うわぁ、言うたやん。そうですね、高校卒業したら、うん、お笑い行かへんかって走りながら、ちょっと走りながら、そんなん教えてくれやん。お前らの歴史の方がおもろいやないか。じゃあええやん、お前がほんだお前が10キロ痩せたらねみたいな。そんな、ほんまにそんな感じ。めっちゃいいやん、いいやんか。めっちゃ青春やね。ねえ、いや今今日、うん、今まで出会った46期生で一番飲みに行きたい2人。なんか歴史の話も聞きたいし、聞きたいし、いやいいですね。いや頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、ということでアテルイの2人でした。どうもありがとうございました。じゃ続いては初登場でございます、高坂お橋、どうぞ。お願いします。高坂お橋です。おはしピース。あ、いいですね。出ました。おー、なかった。おはしピースなかった。いいですね。ほぼチョキピースの。見た目的にも顔も整ってますし、うん、で、まあ、スタイルも身長もスラッとしてるんですけど、ね、この高坂おはし、髪型だけ、ちょっと納得がいってない。うん、ラッシュのその MC の方と喋りさせてもらう時とかに、うん、これ、なんなんみたいな、うん。そんなことより、何それみたいな。この間の1月のラッシュも、うん、じゃあショートモントやりますで出てきたのに、いやいや、まず髪の毛やん。そう、それそうなんですよ。ほんでいつもそのくくってんの？いや、いつもはその、下ろしてて、くくってそうなんですよ。そのまあなあ、まあ気になるわな。そうなんですよ。でグラップラーバキのなんかしのぎコーションみたいな。の髪の毛切りたいんですよ、本当は。切ったらいい、切ったらいいよ。そのワックスをつけるのが本当にマジで人生トップレベルに嫌で、つけんかったらええやん。でもつけんかったらなんかベって変になるじゃないですか、髪の毛短いのって。え、わ分かるでしょ。いや、めちゃめちゃ分かる。2人ともガチガチのタイプ。めっちゃ決まってるやん。普通に切ってワックスかけへんタイプあるやん。確かに普通の感じという、まあ、俺とかもそう、はいはいはい、切れない感じもいいやん、別に。ちょっとこれでいいやん。本当に申し訳ないんですけど、嫌で、そのやり方が。キューバンさん、俺嫌な？そうなんですよ、ちょっとあの単独とか見させていただいたんですけど、ありがとう。嫌、うん、やなって思いながら。単独見てくれたんで、髪型が嫌やなって。おもろいけど、なんか嫌やな。嫌や、嫌や。おそらく、なんか申し訳ないですけどって、すごい申し訳なそうに言って、直球で来るんやって。ちょっと外れてくれば、そう、びっくりした。そうなんです。村上さんもフェードとかちょっと怖いので、あーだってちょっとこれはここまでいったらな。いいね。いや俺その髪型カナンは、なんでなんすか。そうですよ、カナン、カナンって言われてた。なんかこの何枯れ山水みたいなラインが入って一
旦トンボかけてるかけてますね一回トンボかけてる大人の子じゃないんだよ何作ってる一回新種じゃないんだよなんでだなんか枯れ山水みたいにしてくださいってやってますよあのギザギザタイプのトンボ使ってる一回荒らしてじゃないんすよなんでないんだよ違いますか一番整ってるんだよそうそうちっとしてるもんな髪型だけちゃうでた何かやってたその大学まで野球やってて野球なんやちょっとそのガタイの良さがまた怖いタイプの良さそうそうああそうですかで衣装じゃん髪型そのままでいいから、はい、髪型に合う衣装じゃんああそうあなるほどそっちじゃんそれがミスマッチなんじゃんそうなんすかねなんやねんなんで納得いってないのなんやねんさっきからうちの先輩の髪型ディスられて嫌って言われたよヒューマンさんの髪型嫌やもんな嫌なんで嫌って言うなよ毎回メイト向かって美容室行って美容室さんに相談したあ、ほんまやワックスつけずにできるあの短い髪型にしてくださいってまあまあそうですよもう納得いってないなんやろお前コンビでかいないよなんだこれこら逆にめっちゃ短髪とかなはい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 、はい、そうですようんうんうん前髪ちょっと上げてみてあ、お絶対じゃあっちの方がいいよめっちゃいい、ね、絶対絶対だからあっちの藤田の突っ張りもらって一回藤田の突っ張りかったら前髪を上げる方がいいんちゃうわほら、雰囲気全然変わるな一番いいそれはめっちゃその衣装合うしあ、でもポケット手入れちゃうんややっぱ突っ張ってまうんやなどうしてもどうしてもヘッドどうして突っ張るんやなそうなんやいやまあまあでもでもなんか新しい髪型ね卒業までに見つかるといいですいやそうですねまた見つけたらなと思うはいまた悩んだら相談しに来てくださいいいよもういいよやらへんからあいつまたお越しくださいということで高坂はマジでしたありがとうございますあいつの髪型について喋ってただけやったいいなこと全然言わないかといやそうやもっと聞きたいことあったんですけどねはい続いていきましょう続いてジョン・ナランの2人ですどうぞこんにちはジョン・ナランのキイチですジョン・ナランの一世ですお願いしますジョン・ナランなんか前から知ってたから出てると思ってたけど初めてだよ初めてですそっかそっかなんかで見たのよな僕初め授業そうです CD クラスで大学生4回生の時にキイチが一世を口説きまして一世は就活がめんどくさかったようで一緒に NSC に入学したみたいです今でも一緒に住んでるのでお互いのことは何でも分かるという高校からずっと一緒で部活が一緒でまた四国の方がどっかちゃうあそうです香川県ジョン・ナランっていうのは四国のあそうです高松の香川の方言ですどういう意味どうしようもないわみたいなあジョン・ナランジョン・ナランはどうしようもない二人だとそうですね。なんだか嬉しそうやった。なんだか嬉しそうやった。どうしようもないって。高い。もうこいつがもうあの目覚ましで絶対起きないんですよ。で、あの、まあ一応個人の部屋あるんですけど、あのもう襖一枚ぐらいで仕切られて、でもう目覚ましがもう永遠になってて、で僕がそれで起きるみたいな。で、もうで言ったんですよ、僕はもうこいつに。もうお前もう目覚ましも俺がかけるけん、もうお前はかけんでいいと。で、僕が起きたタイミングで起こすって言ったんですけど。こいつはもうずっとかけ続けてるんですよいやでもおーおーキイチの意見も聞きたいななんかポケットほんまにあっそうそうしてほんま僕のこと多分それでバカにしてるんでもうほんまたまになんかもうでも隣の部屋からって起こしてくるんですよなんで腰掛けないで一回もうずっとこうやってやってて僕の携帯見ても何もなってないんですよこいつ自分の目覚ましをこっち側ずっと止めてないと勘違いして自分の目覚まし鳴らしてもらってえぇーもう買いましたこれはもう僕普通にもう起きた状態やったんですよで隣の部屋からなんかアラームの音プラス何が起こってんのめちゃくちゃ心配だろな、はい、そんなキイチなんですけど、はいはい、あの真顔対決で負けたことがないらしくてあもうめっちゃ何ですかそれこう見つめ合って先に笑った方が負けるなるほど、うん、なんでなん、まあ、京介まあでもまあそうやな京介で行くわ京介むずいで、ね、僕がこうしときますわ
で、いけるか、そんなけど。はい、まあまあ、はい、よっしゃ。それでは、近づいて、近づいて、近づいて、近づこう。あ、そっか。じゃあ、顔を寄っていただいて。それじゃあ、真顔対決、スタート。はい。助けてもらっていいですか。いやいや、早い。いやいや、いやいや、怖い。いや、もうちょっとみんな幸せだけが。やってる方はもうちょっともできないんですよ。村上行ったら、ほんなら。あ、お前、笑うも怖い。前髪枯れ山水の行きます。行きます。それじゃあ、枯れ山水スタート。スタート。いや、ちょっと待って、こいつ絶対変顔してますって。してもらえない。こんなんしてますって。それはそれで傷つきますって。こんなことしてくれ。どこが魔法やねん。楽しかったね。ここがやねん。ここがやねんっていうの。一個もやろか。言い過ぎでしょ。またしようね、魔法対決。絶対してくれ。ジョン・ドランド2人の方もありがとうございました。続いて初登場組から、千秋楽の音田さんのみ来てくださいました。はい、お願いします。千秋楽の音田です。はい、お願いします。お願いします。すごい、でも一人で来る、ね、特技がありまして、うん、単語をもらえれば、うん、その単語を主人公にして絵本風の物語を作る。めっちゃ楽しいやつ。めっちゃ楽しいやつやった。音だ。単語は何でもいいの？え、結構何でもいけます。主人公とかじゃなくて？いや、もう物とかでもいけます。カーテンとかそんなんでもいける。ペットボトルでいいですか？あ、じゃあペットボトル。いやいや、選ぶんや。お前カーテンがいいやん。俺カーテン。強く言うやん。強く言うやん。ペットボトルよりカーテンがいいって言うやん。若いから、若いからそんな強い言いにくいわ。喧嘩しないで。また喋るために争わない。いや、ペットボトルでいきましょう。ペットボトル。はい。じゃあ、いきます。はいよ。ペットボトルのペットくんとお散歩に行こう。おお。ペットボトルのペットくんはお散歩が大好き。今日もお友達のさとみちゃんのお水にお水を入れてお散歩をするよ。おお。ちゃんとペットボトルちゃんと。さとみちゃんには大好きな犬のポチくんがいるんだ。うん、ポチくんとさとみちゃんはルンルンで僕を持ちながらお散歩をしているよ。おうおう。そろそろさとみちゃんも喉が渇いてきた頃かな。うんうん、あれ？ポチが、ポチが、ポトン。じゃあ、そっか、僕はペットの台を流すための水だったの。水を運んでいたんだね。いや、すごい。でもなんかすごい。できてる。すごかった今の。これ即興なんですか。すげえ。確かにペットボトルで。すごいや。え、ちゃんとめっちゃすごいや。絵本はだいぶ読んでんねや、いろんなの。絵本はいろいろ読んでます。読んで保育士してたんです。ああ。読んでました。あ、そうね。すごいこれは。はい、あとなんかその持ってるスケッチブックは確かに気になって、はい、こちらがですね、うん、ですね、この人の名前を使ってヘノヘノモヘジで似顔絵っぽいものを描けるっていうことで、めっちゃすごい、で多分保育士の技術っぽいだろう、確かに、今日実は、うん、あの田中から池田さんのヘノヘノモヘジ、わー、かわいい。え、どうなってんの？これもうほんとフルネーム入ってます。田辺さんと池田さんです。めっちゃすごいやん。すごいじゃん。どうなってん？全然わからへん俺。観光地だから見せてもいいですか？カタカナとひらがなと混ざってるけど、これめっちゃなんかこんなめっちゃアピールでめっちゃできるやん。たーなーたーなーべ、うん、これたーに、あ、たーたーが輪郭や。たーやけーのーりか、あとりりはここリアリー、すごい。チョメ、チョメなんかだよ。俺チョメなんかだよ。チョメなんかだよ。俺。イードレア。
いいこれ。いいと、いいです。あ、いい。で、これが、けの残りです。ああ、なるほどね。けが、しゆう。あ、し、りん、輪郭が、う。あ、けが輪郭で、ことがう。う、あ、うや。しゆう、う、へ。で、いが片方です。ちょめなんかないって言ったらあかんことも書いてないよ。名前やから。あ、でもすごい、すごいわ。いや、ちょっと分かりにくいな。いや、でも、いやいやいや、でも髪型とかもちょっとなんか頑張ってるんですよ。なるほど、なるほど。髪型に確かに髪型とかは確かにそうやね、そうか、してくれてんのか。なるほど、すごいな。すごい。ヒューマンさんはやっぱあれだね、文字数が多すぎる。ヒューマンさんも一応挑戦したんですけど、その文字数多すぎて、うん、怖っ、めちゃくちゃや。もう中村って書いてるやん。めっちゃ怖いやん、なんか俺だけ。俺めっちゃ怖ない、中村4万人。怖っ。でも最初難しくて挑戦ましたんですけど。すごい。でもまあそれぐらいの方がな、嫁ってかっこいいし。確かに可愛いし。いや、まあということで、千秋楽からボタン、ボタンでね、音田さん、どうもありがとうございました。はい、今回、続いてはカリスマシーンの2人です。どうぞー。カリスマシーンです。お願いします。お願いします。上村くんとキング君。キング君、はい、そうか。初登場はネタ見せでよう見てるから、ねえ、カリスマシーンだけど、同期にコンビ名がヤバすぎると言われてるみたいです。カリスマシーン、カリスマシーン、はい、僕のこだわりです。僕がもうカリスマっていうのをつけたくて、もう入る時から自分はもうみんなからカリスマと呼ばれたくて、っていう熱い気持ちを伝えたら、僕もだからカリスマだけが良かったんです。どうもカリスマですっていうコンビ名。カリスマだけいいね。なかなかハードルが。僕は、うん、あのカタカナっていうのが条件やって、カタカナ以外はほんまに何人でもいいなって思ってたんで、うん、つけてくれるんやったらありがたいなって思ってって、うん、何って聞いてカリスマって言ったら、あ、やばいと思って。やばいやつやった。カタカナやのにやばい。カタカナやったら何でもいいと思ってたけど、そんなことないわっていう単語が来たんで、ちょっと背負い切られへんというかね。で、やばいと思って、うん、足して足して今の形をなんとかも。でもまあ確かにカリスマだけやとちょっとあの仰々しいけど、カリスマシーンになることによってね、コンビ名っぽくなって。まあでもいい、カリスマのキングで行こうとしてた。じゃあそうですね。その方がいいやんな。最初はキング、今ひらがななんです。うんうん、本当は漢字で王様の当て字で。キングがいい。キングって。で、あ、やばいねって。やばいや。一般の脳はあるんで。まずやばいねっていうのを言って、やめといた方がいい。で、カタカナがいいって言われたけど、まだやばいで。カタカナキングも可愛さとかも一切ないし、ひらがなやったらまだいいんじゃないっていうので。やりたかったんですけど、ちょっと止めてくるんで。ちょっと止めてきたくせに、うん、自分の芸名の神村の神の字、神とかにしてるんですよ、こいつ。まあ、意味がわかんない。どこだ。わわわわわわ。え、一番尖ってるぞ、こいつ。神、結構キング上回ってんじゃん。ほんま上や。神とキング。上って書くと、うん、読み間違いがあるんです。上村とか。で、これはあの活動するにあたって面倒くさいなと思ったんで。まあまあな。そう、カリスマってなって、うん、キングって言われてから、うん、それやったら合わしとくわって言ったと思いますね。ああ、なるほど。お前がキングだったら俺は神や。バランス合わせよう。いや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 、実は俺も考えててみたいなこと言った。それは言ってない、絶対。なんかどっちも嘘ついてるトーンやねん。信用しづらいやん。なんかちょっとあれやね、なんかいろいろと食い違いがありますね、言ってる方に。そう、雲と言ったのは神の方から。神から言うと神が王に、神で喋る。神の方が王を口説いたわけや。そうですね、それはガチです。ああ、なるほど。どういう魅力を感じたの？まあ初日のその相方探しの回で見た中で、うん、あんま一番
みたいかなって思ったんですよ。へぇ、だからあの集められて前になんか折って、うん、でなんかパッて見てちょっとしかもなんか膝立ちだったんですよ、うん、で僕は普通にこう親の座りたりしてて、うん、ちょっと上から見た感じで、うん、あお前なんか一番マシやなみたいな感じのことが言われて、めっちゃカリスマや。で今から出ていくっていう時になんか、うん、飯行こうやみたいなことめっちゃ誘われて、でいやいいわってすごい断ってたんですけど、ずっとついてきて、ほんでそうめっちゃバーしゃべってなんかようかな話されて、なんか壁ポスターはみたいななんかめっちゃ熱い話をされて、ほんで最後別れ際にでも結局 NSC でちゃんと授業出た方がいいから、うん、なんか俺陰キャやしみたいな陰キャと組んどいた方が得すんでって言われたんで、うん、あ得すんねんやったら組んだ方がいいなって言って今に至ってます。今後それは正しい。あ、そうですね。あ、これは正しい。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 すごい口説き文句やな。そんな神村は同期全員の顔を覚えていると。そうです。何ですか？何ですか？それ何ですか？人を覚えるのはまず得意で。いやでも結構みんなそうじゃん。同期の顔くらいが覚えるじゃん。全然人脈はないから喋ったことない人とかもいっぱいいるんですけど、うん、その人の情報とかも集めれるだけ集めて、あの集めれるだけ集めてるんだよとか、ここ解散したよとかっていうのをしっかりやっているうちに、顔はもう全部覚えてた。今日のメンバーで言ったら全員もう分かる。ここは正直すごい人たちが集まってるから、すごいって言ってね、なんか知ってて当然というか、普段全然クラスに出てこへんかったりとか、ラッシュでも回バック取ってるやつでも僕知ってますよっていう、そうですことやった。6月の時だけ一回あの出てた、あこと君出てた子ねみたいなそういうのが好きなんですけど、あの陰キャなことはめっちゃ伝わってる。まあそれはそうですか。でもまあいいやん、ね、日本に出てる陰キャ。そう、確かに、まあそうですね、陰キャを生かした、うん、はい、いや楽しみでございます。カリスマシーンの2人ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いてが最後の初登場組ですね、はい、続いては都会猫の2人です、どうぞ。どうもどうも、都会猫の児玉工具店と大山おせしです。よろしくお願いします。なんですか、なんですか、児玉工具店です。児玉工具店と、はい、大山おせちです。おせち、おせち、それまず、この2人、6月のネタ見せでやったんですけども、うん、なんでコンビを組んだの？まず6月が NSC 初めてのネタ見せだったんですけれども、うん、そこで別々のコンビを組んでて、うん、それぞれネタ見せに参加していたんです、うん、でその授業がキューマ、ザ・プラナインのキューマさんの授業で、前のコンビでネタをしていたんですけど、このネタが終わりまして、でキューマさんからこの改善点であったりとか、ネタこうした方がいいよみたいなことをいっぱい言っていただく時間があるんですけど、そこで結構まあ改善点が多くて、まあでもすごく優しく言っていただいてるんですけど、いっぱい言っていただいたのを怒られたと思ったのがちょっと分かんないんですけど、そのネタ、その公表が終わった後にすいませんって言って遮って、この相方は本当に悪くなくて僕が短期だから悪いんですってネタと全く関係ないで、変な言い訳して、変な言い訳して、で僕それ見ておもろすぎて、うん、こいつ天才やと思って今に至ります。いやすごい、もともとちょっと仲が悪くてですね、で今解散してるって感じ。こちらにお世話。確かにこの素材としてはめちゃくちゃいいもんね。大山おせち、高校時代の寮に住んでたみたい で、そこであのちょっと一風変わった習慣があったみたいなんですけども、そうですね、あの僕高校時代の高校がその1年生みんな寮に入れっていう高校だったんですよ。でその寮の中ですごい風習があって、まず朝起きて、で朝一番でみんな1年生校庭並ばされるんですよ。でそこで挨拶運動っていうのをするんですけど、でちょっと今からその挨拶運動をしていいですか。どうぞ。前で、では3回ほど押します。じゃあね、3回3の出し方がもう左に言うのやな。っていうのをずっとやるんですよ。これは3回じゃないんや、ほんまは。いや、ほんま、あの30分ぐらいやります。しんどっ。やらされるっていう。めっちゃ盾やな。何それ。それは先輩と廊下ですれ違うとかの時も、そのテンションで挨拶する。いや、それはさすがに。それ、なんでバカなの。おい、バカなの。なんでバカなの、お前。それは、お前じゃない。お前、お前。おい、お前。何してんだよ。
ごめんなさいね、おせち。本当すいません。いや、何にも悪くないよ、おせちは。いいですね。いいよ。自分の位置戻り。ああ、さあ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 。そこやな。おせちはそこやな。そんなおせち、今はシェアハウスに住んでおりまして、うん、韓国人、中国人、フランス人、イタリア人など、見ず知らずの外国の方と一緒に住んでる、すごい、お前日本だよ。おせち、おせち、おせち、はい、おせち、おせち、おはようございます。バカにされてるんちゃうか。いい名前やな、でもそうだな、おせちは。うまっすね。どうコミュニケーション取れんの？まあまあ、最低限の英語はできるんで。お前なんかちょいちょい人のことバカにするから。最低限それぐらいやね、最低限。お前、いやでもちょっと楽しみやね、お二人が急に出てきましたね。おせちいいね。もっと早く出会いたかったから、今後注目だと思います。なかなか工具店も癖ありそうです。確かに確かに、おせち見て、こいつやったらいけるってなったタイプやね。いや、こうおせち飽きた時の工具店ちょっとな、いいね、これ。おせちはもう3日で飽きるやん。3日しか来ないからな。この二人楽しみでございますね。いや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ね、さあここからは、はい、過去にも登場しているメンバーに、出ていただきましょう。はい、続いては、ゲンブラックロッド彗星のごとく快晴の4組です。どうぞー。やだー、やだー。やだー。やだー。もうあなたたちは何回も寝てるんで、もうパッパ行きます。まずゲンブなんですけども、うん、横山がですね、うん、相方鎌田に思ってることがあるということで。そうですね、もう1年間このラッシュをやってきたわけなんですけど、うん、やっぱ順位が出るわけなんですね。まあね、その順位を求められる環境に浴びせられすぎてちょっとおかしくなってしまった。それ心配している。ラッシュが毎回その1位から最下位まで全部出されるんですよ。結構細かく出るんか。36まで で3日間全部出まして、うん、それをちょっと僕全部まとめてパソコンに全部やばいな。やばい、こいつやばいな。お前、まあ、サソムラ現象やないか。それがちょっと楽しくなってきてまして、今日もラッシュ終わりなんで、この1年 のラッシュ年間平均順位。やばっ、やばいわ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 、嫌な言葉言うわ。発表したもいいですか、ね、お前お母さんに言うからね。繋がってますけどね。みんな繋がれてる。繋がってるっていうの。いや、こう中にある発表するんですよ。どういう感じやな。全部でして1位が快晴。やっと、やっと、順位言っていいから。平均順位1位がね、快晴で 3.57 です。3.57。めっちゃすごいよ。すげえ。3位以上ばっか取ってね、4位以上。ね、すごい。ここ熱いですね。2位の玄武が 4.25。これで、これを言いたかっただけや。2位玄武か。大反転とね、いい勝負で。これもね、12月の段階で僕ら5位やった。いや、もう知らんし。知らんし。ちょっと待ってやってください。でも結構、海星と話されてるやん、ゲームは。ちょっとこれ、もっと楽しみまして、この。楽しみまして。やばいわ。やばいわ。見てほしいな。うわぁ。この字。まあ、これ、お前別に NSC も出してないデータやろ。外すことはできないんですけど。平均、下平均。これ上、下半期ですね。はい、下半期の平均。10月からどうなんだ。10月からやっぱ水星のことを頑張ってますから。10月から頑張ってます。はい、だって10位に食い込んできてるもん、ね。そうですね、はい。水星の中のことは、そうか、ほんまやな。お前、ジョブズぐらい淡いジーパン。ジョブズぐらいそうだよ。イノベーション起こしますから。そうです。分散ね。分散。分散、例えば18って書いてるのはどういうことですか。どれだけ順位が散らばってるかってことなんで。なるほど。小さい方が安定してる。はい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 、はい、プロ野球選手みたいな。これ1位が我々玄武 11.8。 おー低い、はい、低い。だから常に安定してるんだよ。そうなんですよ。
だからそうなってくると水星のご報告の 97.3 は、はい、安定がないですよ。そうなんですよ。波が大きいんや。8月の29位がでかいで。やっぱこの表にするとやっぱちょっと酒飲むの美味しくなるポイントがラックロットでちょっと見てほしいんです。ラックロット。はい。はい、1月に、12月に、すごいすごい。10月3位、おお。11月20位な。わこの20がもう進むんですよ。進む。相手やばいな、これ落ちます。やば。何があったんやろ。確かにでもこのトップ10はやっぱ名前全部覚えてるもん。ね、はい。毎回出てる人多いんで。意外となんか三畑が強いです。なるほどな。確かに三畑が200%とかもあるんで。200%の地盤もね、そうなんです、面白いからね。これだからもう。数字で読みますんだから、改正とかもこれから3.573 なんで、ぶっちぎりで、もうぶっちぎり今年1位なんで、3.57 です。分散も18やからこれ結構安定してる。結構安定してますね。推定は 97.3 なんで、何で言うの、これを何とかしてほしい。推定は分散してるよ。分散がね、ちょっと、はい、29。まあこのなんていう平均して10順位がいいより死ぬほどおもろい一本がある方がいいからな。確かに。まあそうですね。だから急に芯食わないでください。何も言い返すね。僕ら1位取れてないですよ、あんま。それはないんや、ゲームは。それで見ると1位あんまないんで、1回最初だけなんで。そう、だからちょっと来年47期に向けてちょっとね、あんま注意気にすぎるとおかしくなるよ、ね。こいつがアシスタントだったらほんま嫌やな。嫌だよ。めちゃくちゃ厳しすぎる。全部ちょっと。ネタ見せとか全部点数つけてね。グラフにつけて。一生懸命書いてるもんだ。そんなことしてたから。すごいな。モンスター現れましたね。また里村さんと飲みに行ってください。これはすごいわ。はい、続いてが、ラックロッドなんですけども、うん、吉住から、ミサオに対してちょっと思ってることが、はい、またちょっとね、もう前もあったって前もあったって、まあ、聞けよめちゃくちゃイライラするんですよ、もうこいつにずっと、うん、なんかね、大ライブのコント台本を出さなあかん日があって、うん、それが17時半までに出さなあかんやったんですよ、言うこと、言わんでミサオが書いてくれて、僕は1分の方書いて、うん、で2分をこう出しに行ったんですよ、うん、17時28分ぐらい出しに行って、うん、出しに行ったらそのミサオがこう間違えたとこをシャッシャって斜線して、うん、隣で正しいのを書いて、うん、提出して、うん、じゃあ社員さんが、うん、あ、これやめてくれへん、まあ、そらそうやな、これちょっと見にくくなるから見にくくなるからちょっと、うん、で返されて、うん、で、まあ、新しく書き直して、うん、で、こいつこうわーって書いてて、こうミスったんですよ、また、うん、でも、もうやばい、時間もないからもうごまかそうって言うたら、こいつシャッシャってしたんですよ人間ないし、ミスることちゃうやん。シャッシャってして、それで、いや、なんで同じことすんのって腹立つじゃないですか、うん、で、なんしてねんって言うたら、そう、まあ、何の顔かわかんないですけど、うん、なんかめっちゃ来てきたやん。なんでめっちゃ切れんねん。めっちゃ怖い。なんだあれ。人間やし、ミスるやん。あれ、ミスるやん。ミスはええやん。同じことすんねん。なんやろ、お前。なんだお前。なんだお前。お前、だからやめろって言ってんねん。どうやってやったよ、お前。お前、なんだよ。めっちゃ腹立ってくる。いやでも一本ですよ、ちゃんと現場いたんですけど、ほんまにミサオがちょっと腹立つ顔してて、えぐい、なんかね、これ天下大ライブ前仲良くて上ですよ。え、で、ほんでね、そこなってたら、いけんねん、全部ミサオが正しかったっすよ。何もあったよ。さっき言われたのに、ミサオが構わない。お前やろ、辛かったんか、お前。タックルの受け身知らんて。タックルの受け身わからんて。タックルの受け身知らんて出た後、お前嬉しそうやったな。嬉しそうないな。嬉しそうはダメや。今日はね、ヒューマンザイに引っかかります。嬉しい、楽しい、大好き、出していきましょう。全部いきましょう。どれ買うか。ミサオはそうなんですよ。別に時間がないですけど。いやでも、態度悪いって言われる。はい、いやいや、まあ、よくないよ。ミサオもちょっと気をつけてね。いや、そんな自覚ないんで、全然。直すあれじゃないですか。こいつあかんわ。お前さ、でも。いやいや。
らをちゃんと注意せなあかんちゃうぞ、お前。あんな態度されてええんか、後輩に、お前。これ許されへんやろ、ちょっとガツンと言っとけよ。手出すんすか？天真丸な性格が迷惑になったことで2つほどある。あ、そうですね。普段めちゃめちゃこんな明るい、誰にでも仲良く明るい子なんですけど、うん、まあ、私はあのネタ合わせ結構ナンバー付近が多いんでそこで行動してるんですよ、うん、そしたらね、なんかもうあれですよ、あの歩いてたらあの葉っぱとかにバッて当たったぐらいで、うん、うわーとか言うんですよ。それはテンション高いやん、かわいいやん、いちいちうるさくて、でもう何やって思ってたら、もう外人さんも、もうそれが大事かのように感じて、うん、おー大丈夫ってなって、大丈夫ってまたアホなんですよ。ずっと、ね、いいな、ノリいいな。いやいや、おかしいんですよ。でね、あともう一個は、なんか公園とかで、なんか誰か人がいてたんですよ。うん、でそこに向かって、あゆきがずっと手振って、めっちゃ笑顔で、うん、手振ってるんですよ。誰かなってなったら、知らんって言って、結果的にあのもう全然知らん、あのなんかサラリーマン酔っ払ってるんですよ多分ね、だから向こうがこうやってノリいいから手振ってるのを返して、で分から誰かも知らん相手をすっごいもうなんか絡みに行こうとするから、もうやめとけって、っていうこともするし、でこの間もあのなんか信号をね、あのもう赤信号やからもう渡られへんっていうタイミングで、男の人がわって走り出たんですよ。そしたら実況しだして、痛いって。でもあの横断歩道長かったんで、うん、もう赤信号行ったらあかんのに、もう半分くらいになって帰ってきたんですよね。行った方が良かったじゃん。行った方が良かったんですよ。諦めるやつ。行った方が良かったのにって思ったのを、うわ帰ってきたー。帰ってきたら同じ歩道になる。帰ってきたー言うて、ごめんなさい、いやいや、それはそうなんだよ。ほんならもう、我に返って無意識なんや。無意識に言うてまうんや。あんまこと考えといちゃうんや。あんま覚えてないですよ、言われたことも。言われたこと覚えてないです。出てるんやな、勝手にも、はい、で出てるんですよ。だから今後ね、だからもうほんまに危ない人とかに確かにな、ついてたら不安でしゃあないんですよ。なんやねんってなるんや。なるんや、ね、あとお前らめっちゃ外おるな、なんか確かにずっと外おるな、ずっと外おるな。ちょっと意識しながらね、外におる間は、はい、発言したいと思います。ね、気をつけてくださいよ。ただただ心配になります。心配なんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そして最後が海星という。はい。はい。海星ですね。海星の、 平野なんですけども、うん、ちょっと悩んでることがありまして、顔がでかすぎるので、あ、そんなん書いてないです。そんなん書いてないです。書いてないの？やめてください。書いてません。書いてませんでした。書いてない。間違えたらあかんない。生まれつきなんで。悩んでないです。このサイト好きなの？好きです。悩んでないんで。すいません、間違えました。すいません、申し訳ございません。まあ、ちょっと改正なんですけども、はい、この今いてるメンバーの中にちょっと不服があるということで、ちょっと言っていただこうかなと。誰に対して？ありますね、すいません。お前はありそうやな。毎度兄さんがだ。聞いていただいてすいません、もうお前らふざけんなよ。あれ？何だろう？びっくりした。もう最近の彗星のごとくはね、冷たいですよ。冷たい。ちょっといい気分になってるんじゃないですかね。いい気分になってる。もう冷たいですよ、僕らに対してね。だいぶ仲も良くなれたと思ってたんですよ。授業後とかも喋るぐらい仲がいいなと思ってたんですけども。うん、で、まあ、バーって普通になんか授業終わって僕着替えてたら、うん、ここら辺でこいつと、うん、モットンと、あとビルコークの神野ってやつが3人で喋ってたんですよ。うん、で、まあ喋ってんなと思ってたら、なんか不意に聞こえたのが、うん、モットンが神野に対して、うん、なあ神野、この後一緒にネタ合わせしようよって。
さあ、どうえよかっこすごいよ。何だお前。ラジコンみたいな感じ。この距離で3人で追って、この距離ね、この距離で追って、めっちゃ楽しい話題、ワクワクしてんのに、急に僕の顔からそっぽ抜けて、神のこの後ネタ合わせしようや。なんで誘わんの？そもそもネタ合わせしようってどういうことよ。暴動でってこと？いや、あのね、ネタ書く。あ、一緒に喫茶店行って。あ、そうです、ネタ書こうやっていう話を、まあ、確かに輪の中にはいてた。そうそう、なんか急にこいつを無視して。うん、あ、なんでだ、なんで無視したの？もうカフェ、顔でかい場所取るから。そうやな。邪魔か。そうやわ。邪魔か。迷惑やからな。三席ぐらい取れんの？顔だけで取らない。顔だけで取らんって。そうですよね。こんなでかないやろ。あの、スタバのあの丸いやつと同じぐらいあるんですよ。そんな目立たんでしょ、ドライブスルーあるわ。そんなでかないですもん。そこに持ちようもん。そんなでかない。じゃあもっと優しくしてほしいと、カリセにも声かけてほしいっていうことです。そう、いやでもあやきはあやきで、なんか最近家とか人呼んでるらしいんですよ、同期をね。なんか料理得意やからなんか料理振る舞うわみたいな。あー、ホームパーティー的な。あんた楽しそうやんって話して、また来てやとか言うけど、一回も住所教えてくれへん。あれちょっと嫌でしょ。なんか住所教えてくれ。理由あるんですけど、あのカリセ同じアパートに住んでるらしいんですけど、え、2人が。あー、上下階みたいな。あ、そうそう。で、あの影山の家にあの平野がこう行くことがあるらしいんですけど、あのそのネタ合わせこう家行ってすぐあの運費するらしいんですよ。なるほど。自分家でしてきて行けばいいと思うから。そうやな、我慢してそこでやったらいいの。そう、行ってすぐするらしくて、そう、私も言ったらなんか公衆免除とされるじゃないですか。だから呼べない。女性の家で運費するわけないやろ。わかるよそれ。誰が女性の家で運費すんだよ。なんだ。せえへんから。もっと仲良してほしいと。仲良くしてほしい。水星のごとくにちょっとなんかはぶられてる感じがする。そうなんですよ。多分女優かなんかと勘違いしてる。お前らのそのスタンスも仲良くなられへんよ。お高く止まってるんですよ。絶対お前ら側に問題があると思う。ないです。1位やしな。みんな分かるべきだと思う。3.57 3.57 って呼ぶよ。頼むわ。え、でも本当にあれですよ。僕らが火があるわけじゃないって絶対に。ほんま？もう本当に言えばこいつですよ、火があるのは。え、ちょっと評判悪い、もしかして。悪い悪い。え？悪い悪い。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 違います。こいつに向けて悪い悪い。え？今のは。この間もあれですよ。実はあやきはバレンタインチョコくれたんですけど。え？こいつマジでくれんかった。別にええやん。そういうもんや。なんでお前にあげなあかんの。お前、じゃあくれよって感じじゃない。こいつがあげてないやつならわかりますよ。もっとは誰あげた人がおる、同期に。あ、いますいます。あ、おるやん。はい、あのダンディーシーのあのハゲのコウヤとかにはあげた。はい、あの普段仲いいんで、お世話、私はお世話になってる人。あ、なるほど。お世話になってないやん。あんまなってない。あ、俺が悪いやってさ、お前行けよ。おい、無理やん、ちょっと食べさせろよ。無理やん、食べさせろよ。いや、仲良くなりたい。お前な、モブトンから欲しかったな。しょうもなかったわ、最後。なんや、モブトンが好きなんか。モットンから欲しかったんか、お前。モットンからな。そういうこと。あやきじゃなくて、モットンから欲しかった。そんなん違います。分からんけど。リーゼント借りて送る。あっ、あっ、あっ、あれなんか、お前ちゃうで。何それ。何それ。何それ。ちょっと違うタイプの思ってる気持ちを伝えたら。マビー顔してんじゃん。あ、いや、ヤンキー、ヤンキーやな。ちゃうよ。になるよ。好きだぜ。おい、地獄すぎだろ。いや、俺ら、俺が悪いんですか。すごい発見しました。ありがとうございます。
ら、あの終わりがちょっと分かりにくかった。ほんまちゃんと。ここは授業じゃないですからね。授業じゃないですからね。はい、ということで、ありがとうございました。会長でした。ありがとうございました。あ、そして45キロマスさんどうもありがとうございました。ここからは NSC からのお知らせがあります、ジョン・ガランの2人お願いします。吉本アカデミーは吉本興業にあるさまざまな面白いを学べる吉本興業にある学校です。吉本興業を中心にさまざまな分野に特化した笑いの専門家が実践を交えながらあなたの中の面白いを鍛え上げます。数多くのスターを輩出する笑いの最高学府 NSC エンターテインメント業界で目指す道に応じてより専門的な知識を学べるスタッフの養成学校 YCA 各校2024年度生徒募集中です。学院説明会オープンスクールは随時開催中となりますので詳しくは各校ホームページをご覧ください。はい、ありがとうございました。やっぱり一番キイチが笑ってましたね。キイチはね、表情豊かでいいですね。ねえ、いいです。ということで今回の1月号は、こんなメンバーでお送りさせていただきました。はい、はい、またね、これが最後なんですもんね。わー、この形でのラッシュ、通常版は通常版は寂しいね。楽しみに追いかけたいところがまた特別号で、お見せすることができるかもしれませんので、そちらの方もお楽しみください。ということで同期1月号でした。どうもありがとうございました。